山でも人でも風景でも撮り方はそんなに変わってなくて、まあ、ズームレンズとかじゃない単焦点のレンズなんで、自分が寄りたければこう歩いて寄っていくし、引きたければ自分で引く、まあ、自分ズームって言ってるんですけど、そういう撮り方しかできないカメラで、まあ、どんな時でも変わらないですね。その自分がいい、まあ、いいと思ったり、自分のその体が反応したり、感覚が動いた時にただ撮る。だからこう何かのこう説明として意味として撮るっていうよりは、もうちょっとそのなんか名付けられる前の、こうまだ体が反応して言葉に変換される前のものをどうにか撮りたいなといつも考えてるんですけど。